こんばんは。ニナの衆、こんばんは。はい、こんばんいも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 。こんばんいも。というわけでできました、今日配信なので。やっちゃいました。やらないって言ったのにやるところあるよね。そういうとこあるよね。まあやるって言っててやっぱ無理よりはまあいっか。なのでお許しを。はい。そして昨日8月17日は LINE で許してくれる。8月の17日は生誕祭やらせていただきました。昨日ですね、昨日生誕祭ほやほや、たくさんプレゼントもいただいて、もうなんかすごい視線を受けながら帰りました。昨日は腕が取れちゃうかと思ったら、ちょっとなんかまだ赤いの残ってるけど、本当にと今回はいっぺんに全部持ち帰ることができなくて、ちょっとまた次公演出た時にも持ち帰るんですけど、でもだいぶ頑張りました。ほぼ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 手ぐらい受け取りました。ありがとうございます。電車のさ、網棚に乗せたのよ、紙袋をね。そしたらさ、なんかこう数駅ぐらい無事だったの。数駅ぐらいした時にさ、ゴロンゴロンって言ってさ、中に入ったやつが思いっきり出てきて落ちて、めっちゃ焦った。うわーって、あ、やばいやばい。それはもう手に抱えて持って帰りました。落ちちゃうから。わ、ブラックギャップ焦ったな。結局さ、ドラッグストア行ってさ、なんか買わなきゃいけないことあるなーって思って、でとりあえず水だけ持ってたわけ。いや絶対水だけじゃないんだけどなーって思ったら、ブラックキャップだ。それだ、思い出した。やってもうた。まあでも明日もチャンスはある。プレゼントなかったですよ。明日こそ買って帰りますね。そう、水だけ抱えて持って帰って、で昨日はね生誕祭したんですけど、そう、髪型はなんか生誕祭の髪型どうしようと思って、普通になんか外ハネにしよっかなって思ってたんですけど、今結構髪の毛重いから、なんかちょっとお根はいっぱい映るし、すっきりしてる髪型の方がいいかなっていうことになり、でメイクさんと相談したら、なんか普通のハーフアップ、なんかこうよくやる編み込んでハーフアップみたいなのにするのと、なんかでもう一個のパターンが出てきたのが、昨日のなんかねじってハーフアップみたいなのにするやつで、ちょっと上目になんか斜め上に上げてハーフアップにするってやつがなんかを提案してくれて、なんかそれ見たことないと思って、あ、いいなーって思って、
で、そうせっかくそう生誕祭だし、なんかね、こうちょっと凝った髪型にしてみようかなって思ったので、よかった、なんかあれ気に入りました。なんて説明したらいいのか難しいけど、そうマネージャーさんも可愛いですって、可愛かったです、今日髪型可愛いですって言ってくれて嬉しかった。そうでももうなんかいろいろなことが急ピッチだったから生誕祭ってめっちゃ緊張した。急ピッチだったし、とりあえず釣りが無事に動きました。もうそれもうなんか生誕の話ばっかりして釣りの話全然しなかったんですけど、釣りが無事に動いたんですよ。もう感動しました。何年ぶりかに釣りが動いて、まず最初のさ、そうドア玉からさセリを使ってて、頭、あそうなんですよ、一番マックスセリが上がってる時が拳の正義の2サビのとこだったんだけど、もう手普通にまっすぐガーンってあげたらゴーンっていろんな照明器具ぶち当てちゃうから、まずなんか多分このセリが上がんなかった数年でまた若干身長が伸びてたのもあって、なんかより近くに感じてセリが、ちょっとでもヒール履いたらだいぶ近くなっちゃって、でもちょうどそのマックス上がってる時の振りが頭のこの辺までしか使わない振りだったからよかったです。セリ使ってた時からまあでも2センチぐらいだと思うけど、感動、なんか景色とかもさだいぶ違くて上から見下ろすみたいな感じになって、みんなのこと楽しかった。あとはやっぱセリはタンポポが一番いいなって思った。タンポポのあの大サビでさ、こう2セリにみんな一列になっているところで2セリだけがグオーンって上がる、そうね、なんかこう立体的に見えるよね、よりもう縦でさえも劇場って近いけど、それにさらにねセリ動くと奥行きが出てすごいいいよね、嬉しくなりました。だしあのなんかアイドルわけの1曲目のあのシュールな感じがちょっとなんかセリのおかげで緩和されるっていう、セリがあることでもうちょっとなんか更新感が出ててただぐるぐる回ってただけだったのが、ちょっとなんか見栄え的にも華やかになるんじゃないかなって思いました。昨日は一番びっくりしたのは幕開いた時になんかよく知ってるなんかみんな同じようななんかこうなんかもわもわしたの持っとるなと思ったので、なんかいつもだったらみんな棒じゃないですか、いつものスティックだからなんか違うぞと思って様子がおかしいと思って、そしたらさこの私のこのショールームのアイコンのさそうペンライトがさブワーってあってさ
私も、ね、幕がさ AKB48 って開いてくるの、そしたらもう開いて見た瞬間さ、わすげーって言っちゃったずず声出ちゃった。うおーって。いや、だってそんなのあるって思わないじゃないですか。だってペンライト、そう、しかも一色じゃなくてさ、色変わるやつ、高いじゃないですか。もう、なんだろう。ただでさえも、その、もう劇場に入った時から、客席の一列目とか、あとは、その、横断幕とか、で、大きいお花も見てたんですよ。でもそれだけですごい感動してたのに、もうまさかみんなの手にペンライトがあるなんて思わなくて、すごいってなった。あれかわいい。だってあれもらえたんでしょ、みんな入った人。ね、きっとなんか、いやーそれ欲しかったーみたいな人いますよね。そうなの、もらったんだ。ぜひまたね、劇場に来るときには使ってくださいね。欲しかったよね。そうだよね。いや私もうその立場、マジ欲しいってなるよね。15色カラチェーンやばすぎ。クオリティすごい高かったよね。めちゃくちゃすごいなって思いました。ありがたい。そう、他もね、その最前列の髪飾りじゃない椅子の飾りとかもめちゃくちゃ可愛くて、デザインが。でメンバーもこうやってなんか来た時に入ってきたらさ、もうみんな口を揃えて、すごい可愛いってみんなが言ってくれて、なんか別に自分が準備したわけじゃないのになんか嬉しくなった。ですよね、可愛いですよねって言ってお弾幕も可愛かったし、何よりもお花がさ2メートルぐらいあったんだけど、あれ私JC 写真載せてるか分かると思うんですけど、私167あるんだけど、167はあるのに、そのさらに上に30センチぐらいなんか高くまであるお花で、もう私がこうやってやってもふってなるレベルのでかさでした。両手いっぱいに広げて、身長でかいせいで腕もこうやって広げたらだいぶ長くなっちゃうんですけど、それでもババってできるぐらいの大きいやつで、そう、なんかあれっぽくて可愛かった、あのアンコールの衣装のさ、私紫だけど水色バージョンのさ子たちいるじゃないですか、なんかそういう感じの雰囲気があってめっちゃ可愛かった。お花にもね、あのラインストーンみたいなのがついてて超可愛かった。すごいですよね。そう、びっくりしてた。お花屋さんもなんかこう最後スタッフさんに写真撮ってもらったりしたんだけど、そのスタッフさんとかにもお花屋さんすごいめちゃくちゃ大変そうに持ち運んでましたよって言って、まあですよねっていうぐらい大きかったから。そう、最初ねお花屋さんが下半分上半分で2個に分けて持ってきてくれるんだけど、そう、下半分が来た時にえっと思って、はいと思って、でその時下半分しか見えてなかったの。
でリハーサル終わって、でパッて見に行ったら完成したやつがドドーンってそびえてて、めっちゃ可愛かった。あ、27日、イエイ。感動しました。可愛かったし、プリンセスみたいだった。姫、姫感動、本当に嬉しかった。そう、あとはさ、ね、もちろんこう色とかさ、いろいろ決めて、この時この曲の時にはこの色とかなんかやってくれたりしたらめっちゃ嬉しかったし、私がさ、あのなんかびっくりしたのは、愛しきナターシャでみんながなんか愛しきナーミンって言って、私でもね、最初ね、愛しきって見えなくて、なんか愛しいの愛っていうのがちょうどなんか赤い文字だったから、なんか若干暗いと分からなくて、最初しきナーミンって見えて、ま、どういうことと思って、しきナーミンって何と思ってだからもうめっちゃシュールな光景に見えたわけ最初は。え、そう最初みんながさ、四季のアーミンってやつ言われて、ちょっと最初笑っちゃったの。でもなんかさ、その後にちゃんと見、ちょっと照明が変わって見えた時に、あ、愛しきだと思って、なるほどねって思って、そう、そうだけど、字体がなんかめっちゃなんかこう習字っぽい感じだったのよ。だからそう、なんか余計にすごいシュールで そう、ちゃんと解決したし、で MC は MC でさ、ちゃんとこう喋ることね決めてた。まあ結局その話もしたけど、そしたらみんながさ、バッて裏返してさ、そしたらもうブワーってさ、文字がいっぱいになって、きっとみんなが募集した、なんか私の好きなところをいっぱい書いてくれた紙をみんなが出してくれて、嬉しかった。あれをさ、私が見たいって言ったからさ、こう SNS のコメントとかさ、そういうのでさ、こう送ってくれる人見て、めっちゃ嬉しかった。すんごい長文で書いてくれる人とかもいてさ、あ、でも改めてちゃんと読めそうなので全部読みます。書いてくれた皆さんありがとうございます。そしてね、そういうのを協力してくれたみんなも本当にありがとう。なんかもう正直さ、生誕とかってさ、私自己紹介でも話したけどさ、私推しだけじゃないわけじゃん、こう来てくれる人たちが。なのにさ、そういう他の推しのファンの人とかもこうやって協力してやってくれたんだって思って、本当にありがたいなっていう気持ちになりました。でも今年は本当にめちゃくちゃナーミン推しの人が来てくれたっていう感覚で、もうなんかもうすごい緊張した。だからもうみんな、なんか視線を感じるんだもん、すごい。なんかもう誰か一人から視線を感じるんじゃないの、もうなんか四方八方からなんか視線を感じてめっちゃ緊張しました。嬉しい悲鳴って感じで、こんなにそんな見教えの人がなんか来てくれたのがすごく嬉しくて、久しぶりに来てくれた人とかもそういっぱいいっぱいいっぱい、まあなんかちょいちょい、まあ久しぶりだねみたいな人もいたりしたし、お見送りの時にさ、もうなんかだんだんさ、なんかもう集中してっちゃって
目のことちゃんと見なきゃと思ったら、なんかさ、すごいそっけなく見えた人がいたらもうめっちゃ申し訳ないです。本当にめっちゃなんか流れが早かったりするとめっちゃ真剣にさ、ありがとうって言ったりしてさ、あとさ、こう劇場で見てる子、ここの時にはさ、みんなどこにいたなとかそういうの分かるけどさ、お見送りになると誰がどこのタイミングが来るか分かんないからさ、ちゃんとなんかこう一人一人見逃さないようにちゃんと見なきゃと思って、だんだん集中しててさ、もうなんか申し訳ない、なんかね、そっけなく感じたりとか言ったら申し訳ないなって思いました。流れ早かった、なんかね、すごい早い時は早くて、はあはあはあみたいな、あはあはあみたいな。もうちゃんとみんなのこと見てましたよ。そうで、 MC とかも、 MC とか結構好き放題言われてた、前半 MC。でもなんかこういうさ、私の話をメンバーがしてくれたりとかさ、なんかこうそういうのがあるのも生誕ならではじゃないですか。私の話はこんな出ないじゃないですか、普段の MC とかだと。だからみんながさ、どう思ってるのかなとかさ、そういうの知りたいからさ、京香ちゃんとかめっちゃ可愛かったし、なんて呼んだらいいですか、もうナービンでいいよ、かわいいと思って。私はなんか、そう、京香ちゃんが一番チーム B に一緒になって、印象が、そう、一緒になる前から一緒になった後で印象が、まあ、何人か変わったっていうメンバーもいるんだけど、もちろんその中でも特に強く印象が変わったメンバー、くるちゃんね。あ、そう、衣装は、そう、あの衣装があんま着膨れしてないっていう話あったと思うんですけど、私もマジでめっちゃ綺麗に畳むわけ。もう絶対お腹に食べたくないの、もう絶対にここが、あの、何、ご一緒にとかの衣装の時に食べたくないんですよ。っていうので、なんかこうスカートを、長い、あの4曲目のスカートをこう中に入れ込むんですよ。入れ込むんですけど、あれってなんか4曲目のやつってさ、なんかヒラヒラみたいなのついてるじゃん、なんかヒラヒラみたいなのついてるんだけど、それをこうやって中に入れ込んで、さらにこう入れてってやるから、結構それでモコモコしちゃうの。でも私はそれは全部もうほぼお尻側に持ってって、そう、ペラペラのやつがついてるの、普通のスカートの布の上にこうやってなんかピョン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 ってついてるやつがあるんだけど、それがやっぱどうしてもみんな前に溜めちゃうんだけど、それを止めるとマジでお腹ボーンってなっちゃうから、そう、で畳む時もこう余っちゃうんだけど、こうやってやってなんかうまく畳んで、ここを押さえながらこういくっていう、いつも衣装さんにも褒められるんですよ、嬉しい。お尻側の方がバレないんですよ。なんでかっていうと、お尻はでかいから。あの背中の上に乗るからあんま分かんないんだよ。なんかお尻が一番出るじゃないですか、人間って。もうこうなってるから、もうどっちみちもう衣装のワンピースだから、もうこうなっちゃうわけ。そのお尻のこの一番出てる部分に合わせてこうなるから、この空洞ができるわけじゃん、この背中の上って、文字のここが、で文字の部分、引くが
なった？やった。だからそのお尻の上に乗せてるその溜まる部分を。っていうので着てるから、そうあんまりモコモコしなくなりました。だからもう着方なんですよ、そう収納術。なんかみんなに言ってもさ、みんなやる機会ないよね。みんなもう同じチーム B の子に言ってあげよう。でもそういうからくりで、別に私がそのなんかもう極端に細いわけでもなく、普通に明日します、やばい、ちょっとでも気太りした。もうただでさえもうでかいから、でかく見えるのよ、このもう3着も着たら。でも私だけじゃない、みんなも人間の構造上お尻は出てるものだから。わかんない、でも本当にもっとカリカリの人とかは違うのかも、骨格的な問題あるかもしれないけど、そうとかね、嬉しかった。だからいろいろ私の話をしてくれたりとかして、まさか MC でも YouTube の筋トレの話すると思わなかった。みなみはマジであの子はダイエットする気ないんだよだってさ、終わった後にね、あの差し入れでヌテラいただいたんですよ。ヌテラのなんかヤンヤンつけ棒みたいないただいたんですけど、あれ完食してた。爆弾カロリーだよね、あのヌテラのやつって。かわいいよね、そう言って痩せたーいって言って食べちゃうの、みなみがかわいい。でもみなみってさ、そうなんかこうポヨってしてるのもなんかキャラとして成立するんだよね。持ち腹とかいいけど、なんかさあんまみなみって足とかにつかないわけよ。だからなんかこう言うてそんなになんかんみたいなふうには見えないんだよね。だからだって特盛り食べたあれってさ細くない？普通に。だからなんかもうもはやなんかそう、みなみはあのままでいてほしい。なんかそんななんかバッキバキになんないでほしい。そうでしょ、意外とスラッとしてるでしょ。そうなんだよ、足が細いから。私は真っ先に顔に出ます。お菓子が好きだから、甘いものが好きだから顔に出る。あ、真帆ちゃんとかもそうだよね、食べてもつかない。チーム B ポーズ出てるよ。親指が出てないんじゃなくてこういうことでしょ、こうやっちゃうってことでしょ。あ、親指が反っちゃうんだよ、こうやっちゃうんだろうね、こうやって。
なんかこうやると、でもなんかもっと変なんですよ、私。剃っちゃうから。こういっちゃうから。すごい意識した、ビースターズの時。お見送りでもさ、だからみんなってやって、みんなじゃないけど、こうやってやって帰ってくれて。って言って。ビースターズの時ちゃんとやったよ。気合入れてたら、なんか、これなんだかこれなんかわかんなかった。一回こうやってやっちゃった、こう。ビービーって思いっきりこう、こんな、なんかグーでやっちゃった。昨日。一回振り間違えた。そのビー意識しすぎたら。あと何？あと何だろう。本編の話はそんなもんかな。あ、なんかさ、その私がさ、腹筋の話したらさ、後半のさ、アンコールの時にさ、ちゃんとオンデマでさ、腹筋映っててめっちゃ面白かった。やばいよ、オンデマさ、聞かれとると。もう聞いてるか、もう撮ってるからそれ聞いてるんだろうけどさ、じゃ面白かった。なんか、やめてやめてと思って、だからその、多分一番割れてた時が、もう多分もう初日に近い時。で、だんだんダメになってってるから。でもあんまり、なんかその、バキバキにしたわけじゃないから。なんか今ぐらいで、あとはもうちょっと綺麗に十一時腹筋が入ったらいいなってぐらいなので、あまり期待せず。 その当時なんかすごい割れちゃってたけど、最初の方とか。そこから比べるとちょっと落ちちゃったけど。からね、今ぐらい、なんかあんまりここからバキバキになるとは思わないで。テレビ上腫れてる。いや、でも一番バキバキだった時に比べたら落ちてるからさ。でもまあまあまあ、バキナーミン。あ、かおりちゃんモノマネもしましたよ。もう絶対昨日はすると思って。その話も面白かったよね、かおりちゃん。昨日はもうさらにかおりちゃんこと見ながら歌った。最近いつもしてる。そうだね。かおりちゃんと一緒に出たらやります。ね、かおりちゃん全然下手じゃなくて、うまいのに。いや、だってかおりちゃんの声を聞いてそこに合わせに行ってるから。かおりちゃんなんだよ。あ、ね、最初気づかなかった。完璧だったの嬉しい。やったー。でもね、自分でやりながらさ、笑っちゃいそうになるからさ。私ずっと好きなやつある。あのさ、YouTube に上がってる、あの、かおりちゃんの生誕祭？今年かな？最近、一番最近やった生誕祭の、時の、
あのド頭のマンゴーナンバー2、もうあの公式でちゃんと上がってるやつだからもう何も違法じゃないんだけど、マジで好きで、いやマンボコはないんだよ、マンボコはないんだけど、あーマンゴーナンバー2イエーイっていうやつがあってめっちゃ好きなんだけど、それのそれで周りのメンバーも大爆笑してるのがマジでなんかすごい微笑ましくて、村町もほうなんかもう泣けると思って、ヒューリさんとかマジ超爆笑してんの。それがマジで好きすぎて定期的に見てる。稲垣香織生誕祭って言って調べて、ゆりさんマジでめっちゃ笑ってるのが映ってんだよね。ほら初めてナーミンご本人見た、ありがとう。あ、そう昨日はさ、そばかすのキスって言ってなんかさ最初はあ噛んじゃったって思ったんだけど、待って、そばかすのキクってなんかキクちゃんみたいな、そばかすのキクじゃんと思って、そばかすがある女の子のキクちゃんみたいな、やってなんかそれがすごいじわじわきて、でなんか面白くなって、なんかドツボハマってめっちゃ笑っちゃった。キク、キフ、キク、そばかすのキフもやばい。本当にかおりちゃん私のツボなんですよ。もうあともう一個言うと、あの昨日天国野郎で、もう絶対かおりちゃん私の生誕の時にもうウサギがいい、ウサギがいい、ウサギがいいと思ったの。もうみんなに見てほしくて、かおりちゃんのウサギが可愛いから、でもうウサギ濃いと思ってたの。そしたらでかおりちゃんにも言ってたの、まだ衣装が分かんなかった時に、でも今日ウサギがいいって言ってかおりちゃんが決められるわけじゃないからウサギがいいんだよねみたいな話してたら、さかおりちゃんがバーって来て、本当にウサギだったよって言って、ウサギだーって。そうウサギ結構さ大変だからさ、なんかこうまあ初日とかなかなかそういう時じゃないと見れないんじゃないかなって、まあ本人の生誕祭とかねと思ってたから、そう超嬉しかった。見てて天国野郎いいですよね、すごい好き、見てて楽しい、みんな可愛いね、夏だしね、そう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 、だからもう余計にないと思ってて、そしたらウサギ来たから、あ昨日はそういえば髪型を何人か決めてて、サッキーさんとクルちゃんとカオリちゃんの3人は私が髪型決めたんですよ。サッキーさんは、あ私ラプンツェルみたいなやつがいいですって言ったんだけど、もう絶対似合うと思って、サッキーさんみたいなお顔つきの人のラプンツェルって絶対綺麗と思ってて、もう即決だった、一番即決、ラプンツェルにしてくださいって言って、で似合ってたし、やっぱそうだよなって思って、でクルちゃんはなかなかねやらなくなっちゃったんだけど、私はやっぱポニーが好きで、クルちゃんのサッキーさん久しぶりでした、サッキーさんね初日ぶりって言ってた、でクルちゃんのポニーテールがすごい好きで、まあでもねやっぱ結構頭に負担がかかるから、そう大人な感じでめっちゃ似合ってたよね。
で、あんまりねこうくるちゃんなかなかやらなくなったんだけど、違う、くるちゃんのポニー好きなんだよねって言ったら、じゃあポニーやるよって言ってくれて、やってくれた。やっぱ可愛かった。なんか本当にポニーしてるくるちゃん久しぶりに見たら、あ、本当に大人っぽくなったなって思った。やっぱ結構研究生ぐらいの時にさの固定の髪型がポニーテールだったりしたから、その時と比べたら本当にもうマジでなんか年々お人形度が増してるね。赤ちゃんだけどね。で、かおりちゃんはもう、私はもうずっとストレートが好きで、かおりちゃんのストレートヘアがマジで好き。もう私多分だから毎年私の生誕祭の時かおりちゃんストレートヘアしてると思う。なんならストレートのハーフツインばっかしてる。だから今年もストレートのハーフツイン、ハーフツインしてないかもだけど、そう今年はねストレートハーフツインがいいって言ってしてくれました。っていう感じのことをしたりしてました。本編はそんな感じです。くるちゃんね、くるちゃんとみなにどっちが赤ちゃん、難しいな。赤ちゃんって言われるとくるちゃんの方が赤ちゃんなんだよね。なんだろう、お顔つきが赤ちゃんっぽい。で中身はねくるちゃん赤ちゃんじゃない全然。でもなんかこう黙ってたら赤ちゃんって感じ。でもね赤ちゃんじゃない、なんか5歳って感じ。0歳じゃない、5歳。感じですね。まあそんな感じです。本編は本編の、まああとまたやらかそうもできて、そう本当になんか生誕はもう私の中での最高の条件がもう16期が全員いることと、こう選抜発表が終わってることと、まあ、できれば8月中だったからもう本当に最高の条件で、まあみんなからしたらなんかもうお盆休み明けの土平日水曜日でもうなんやねんみたいな日だったと思うんですけど、最高のね条件の中生誕祭ができて嬉しかったです。やらかそう楽しい。またしばらくねやらかそうも披露していくと思うので、披露してるうちにみんな次のシングルとか出たらまたやらなくなっちゃうと思うから、多分それまで9月いっぱいぐらいまでって思うと、そう言われるとさそんなないじゃないですか。なんかこういて私だってこうこの前から2週間ぶりだったし公演がって言われるとさ、なんかこう多くても、まあ、4回5回とかさそんな感じになるじゃないですか。そう振りはねなんか脳トレだから、そうできればねやってるうちにぜひ見に来てくれたら嬉しいなって思います。で、まあ、生誕祭のところね、さすがにすごい引っ張っちゃったけど生誕祭
先に生誕祭の話しちゃったらさ、なんか他の普通のところの話何もできなくなっちゃいそうだなと思ってめちゃくちゃ引っ張ったけど、生誕祭の話もちゃんとします。生誕祭はあの香里ちゃんが仕切ってくれました。めっちゃ嬉しかった。今年は香里ちゃん仕切ってくれないかなって思ったからぬるっと来てこのまんま、せーのってせーのって言っちゃいそうだった。可愛かったよね。そうで、私ちゃんとろうそくの火一発で吹き消せました。イエーイっていう。あとはまあお手紙、お手紙はまなかちゃんからもらいました。あのまなかちゃんから、ま、来るんじゃないかなってあのママと予想してたんですよ。で私もまなかちゃんに書いてたし、こうあるかなって誰からだろうって考えた時、あもうまなかちゃんだよなって思って、やっぱ今年21歳の生誕、22の生誕だから、まあここ最近の1年って言われたら、やっぱもう私の中でもまなかちゃんだなって思ってたから、そうまなかちゃんが書いてくれて嬉しかった。もう手紙の通りだったけど、本当にマジでいろんなこと一緒にしたから、いろいろこう選ばれたりとか選ばれなくなったりとかのタイミングも全部一緒だし、そう境遇が重なる部分もいっぱいあったからこそ、いろいろこう共感し合える部分もいっぱいあるし、普段ねっていうのとかがね、もういっぱいまなかちゃんが書いてくれたけど、それまなかちゃんからお手紙が来て、でもそう難しい言葉頑張って使ってて、もうーって偉いぞーって頑張ったねまなかちゃんってそうですね、休業中もそう連絡入れたりしてたから。そうなんかそういうのってさ、すごいいつも迷うんですよ、休業そういうメンバーに対して。なんかこう一回こうメンバーとかとのさ関わりとかも一回全部なくしたいみたいなさ風に思う可能性もあるじゃん。まあどうかわかんないけど、だからなんかこう私がなんかネチネチずっかかるのも良くないなと思って、すごいその販売を迷うんだけど、でもそれをなんかまなかちゃんがなんかそんな悪く思ってなかったんだなって昨日の手紙で知ってさ、そのわざわざ言わないじゃん、なんかこう普段面と向かってあの時のメッセージが励みになったよみたいに言わないからさ、だからこういう手紙じゃないと知れなかったまなかちゃんからの思いとかがいっぱい知れて、それがすごく嬉しかった。言うかな、言わないですよ。まなかちゃん手紙ボロボロになってないですよ。そうやばいと思いながらスピーチすごい緊張したんですよ今年。なんか毎年なんかなんだかんだまとまりのいいことをすごい言ってて、で、あ、爪はちゃんとテーピングしてましたよ昨日。そうで、まあ、毎年何言ってんだろう、今年は結構大きい
出来事がいっぱいあったんですよ、いつもの生誕祭よりも。でどういう風に言おうってめっちゃ迷って、結構ねショールームとかを通じて選抜の話とか結構してたのもあって、あ生誕祭何言おうと思って部分があったんだけど、そう、なんか自分の思いをまっすぐに伝えようと思って、だからなんか大きく区切って言っちゃった。特にそう21歳の1年の話とかは割とシュッとコンパクトにまとめて、わかんないまとまってなかったかもしれないけど、なんか自分の伝えたい思いはしっかりみんなに向かって喋れたんじゃないかなって思うし、まあなんかこう長たらしくなんか喋ると結局さ、こう何が言いたいのかっていうのが分かんなくなっちゃうから、今年はもう分かりやすくいこうっていう、なんかこうある意味こうこの半年の間でいろんなことを経験させてもらってたからこそ、 AKB としていろんなことをさせてもらってた半年だったから、そう、なんかそれをその経験を踏まえてあと残り9ヶ月ぐらい、を頑張りたいなと思ってお話をしたりしましたですね。本当にいろんなことがあって、まあ、正直さこう岩掛けるの話とかこう間にいろいろねこう新チーム公演が始まったりとか、もう正直こうで夏フェスいっぱい出たりとか、活動で言うと本当いろんなことがあって、いろいろ喋りたいことあったんだけど、どうしても言いたかったところだけかいつまんでまとめて喋りました。なんか選抜じゃなくなっちゃったけど、まあ多分この22歳の、まあ、多分半分最低でも半分は選抜じゃない期間になっちゃうじゃないですか、もう次がダメだったから。だけどなんかこの期間は絶対に空白にしたくないなって思うから、選抜じゃなくなっちゃったけど、でもこう波押しにのみんなに楽しんでもらえるような、なんかこうね22歳残りの22歳にできたらいいなって思います。ありがたいことにこうね劇場とかこう立てるステージがあるから、とかこうフェスとかにも呼んでいただいたりとかで武道館とかもやらせていただいたりとか、そういろいろねこうやって生活動ができなくなるわけじゃないから、そういう一個一個のことをしっかりやりながら、22歳もみんなと楽しんでいけたらいいなって思います。やっぱなんか本当に前を向いてないととか、なんかこうやっぱ自分は
みんなに笑顔になってほしいって思うし、じゃあ自分が笑顔じゃないと楽しくないと思うから、みんながねって思ったんですよ。そういうなんか人のオーラって出るから、ここら辺にも思わって、なんかこの子ってすごいこうキラキラしてるなとか、いろんなことなんかこうアイドルすごい楽しんでるんだなとか、そのってすごい見てわかるから、そういうオーラで、この半年は本当になんかみんなとのこう距離感がぐっと縮まった、いろんな感情を共にした半年、このアイドル6年やってて、6年やってて一番それを感じた半年だったから、なんかそれがなんかアイドルの良さだなって思ったし、アイドルってめっちゃいいなって改めて思ったんですよね。そうだから私はもうぐいぐいみんなのことを引っ張っていきたいなって思うから、なんかこう置いてかれないように、ガンダッシュしてきてください。っていう、まあでもなんか全部ついてきますっていうのも、まあみんなそれぞれのペースでいいから、もちろんね、こうこれをもう全部やらないと難民推しとして認めてもらえませんみたいな、そんなことないから、なんかこうみんなの、ね、応援できる範囲で、みんながみんな同じなんか同じような熱量でやんなきゃいけないっていうルールないから、そう、それぞれのなんか応援のスタイルでやってほしいし、そのそれぞれの応援スタイルでこうみんながアラーム押してて楽しいなって思ってもらえたらいいなって思います。私みんなもこう押してる歴とかもみんなそれぞれ全然違うわけだから、その辺でね、なんかこうちょっと気まぜっとって思うかもしれないけど、そんなことないか、その歴とかね関係ないから、そのみんなもうなんか自意識過剰で大丈夫、もういやもう自分が一番こう波押し楽しんどるわって思ってくれたら嬉しいなって思うから、そう、なんかこうナーミンをしたいナーミンってわけじゃないから、こう渡したいあなたっていう関係性だから、これはもう1時間経っちゃった、大変だから、こう周りとか気にせず私対あなたの関係性で楽しんでくれたらなと思います。いうね、ショールームの方が落ち着いて喋れますね。これを昨日言いなさいよって話だよね。まあいっか。でもそういうなんだろうな、うん、みんなの存在が大切だよっていうことが要するは
要するに言いたかったことだから、これ出す1時間じゃ、そうなんですよ。だからいいです、私はみんなに届けばいいから。っていうわけで、まあ明日は公園いませんよ。っていうので、あのうまくまとめられたので、これ以上グダグダ喋るとどんどんなんかこの配信がなんかうまくまとまらない配信になりそうだから、こんなところで終わりたいなと思います。本当に昨日のあの生誕祭は楽しくて、みんなにたくさん会えて嬉しかったです。会えなかったみんなもオンデマいっぱい見てくれてありがとう。なんかオンデマ見よう見よう見ようと思って最初の方頑張ってたんだけど、なんかだんだんなんかだんだん見る回数減ってたなーってちょっと思っちゃった。ごめん、だから多分後半全然見れてない気する。今日の森さんはいません。でもぜひ見てください。明日も配信します。というわけで、思った、そう最初は見てんのよ、なんかだんだん見る曲が少なくなってきちゃって、そうなんか難かった。っていう、意外と難しいなって思いました。じゃあラッキー57位から読んで終わるよん。ラッキー57位はトントン大音楽堂さんです。ラッキー。そして壇上13位、まさしアットワンネコさん。12位佐藤道博さん。11位主任さん。10位オーバーレブのマー君。9位健吾さん。8位すぐるさん。7位アルパカさん。6位ひろっぴさん。5位レスティサポさん。4位りょうさん。3位コージッキーさん。2位クレさん。1位クジラちゃんです。ありがとうございます。パチ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 。それではまた明日の夜にお会いしましょう。キャッチフレーズをして終わります。あなたのハートを吸引したい、いつも全力。うーん、あ、お話し会もお待ちしてます。またね。あ、完売とか極小の分もありがとうございます。まだまだお待ちしてます。クリスマスおすすめです。それではさようなら、バイバイ。